仙台土産 NPO センターというところは、1997年に、立ち上げた団体で、宮城県内の市民活動団体の活動を応援するというようなことを目的として立ち上げた私たちも NPO です、団体の活動の、例えば資金的なところを支えるとか運営を支えるとかっていうこともありますし、あとその人たちの活動しやすい社会基盤というところで行政や企業とつなぐということで、その人たちに NPO のことを理解してもらうというようなことも取り組んできていました。という形で、そのなんでこれをうちで登録 NPO 情報ライブラリーってしてるかというと、市民活動の人たちに対してのやっぱり信用問題ってものすごく大事なんですけど、なかなかその辺のその情報も含めて、その団体は何者かっていうことを伝えるっていうことが単体では できかねるところもあって、ただこういうふうにその点じゃない面になってる分も、うちが信用保証していきますっていうところがあるので、まあ、そういう役割も私たちの組織なんです。安心して、共感して寄付ができたりとか、ね、安心して活動に関わったりとかっていうところをやっぱり必要だと思うんですよ。うちの亡くなった加藤とかも言ってますけど、やっぱりその東北は食料と人材の供給基地でしかなかったと。だからそれをやっぱり変えていく今機会だっていうようなことも言ってたんです。多分人と人をつないでものを生み出すことのなんかクリエイティブな面白さが分かっていることと、チャレンジ精神もきちんと、あるそれなりにあるっていうことですかね。失敗を恐れないっていうかね。私は早く世代交代をさせたいなと思ってます。皆さんのゴールって、もう早く終わりと